お疲れです。よしうみチャンネルです。今回はですね、豚の角煮を、やっていきたいと思います。豚の角煮なんですけども、まあ、前回ちょっと動画で圧力鍋を使ってやったんですけども、今回は圧力鍋は使わないで、違うやり方で、やっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。はい、そしたらですね、こちらの豚バラですね、ブロックでだいたい下の方がですね 500g くらいの塊で、上がちょっと大きさ違うんですけども、だいたい 300g くらいの塊になります。で、これをこの油の部分ですね、これをフライパンで全体的にちょっと焼き目をつけていきたいと思います。まず最初に焼いて余分な油をですねちょっと落としていっちゃいたいと思います。はい、そしたらですね、油引かなくて大丈夫ですので、油の部分からフライパンに乗せていきます。油が出てくるので、たまにですね、キッチンペーパーで余分な油を取ってください。はい、そしたらですね、こちら一旦熱湯をかけて、油切りですね、周りの油を一旦きれいに切ります。今回はこちらをちょっとね、炭酸水使っていきたいと思います。まあ、そうするとそうですね、大体時間が短縮できるんで、どうしてもね、大量に仕込むとなるとね、炭酸水やっぱり結構使うので、まあ、とぎ汁とかね、米ぬか使った方が手早くできるんですけども、まあ、時間はかかりますけどね。合計でそうですね、1.5 キロくらいですね。それでだいたい炭酸2本分くらいで間に合います。1リッターですね。火をかけていきます。はい、そしたら青ネギと生姜のスライスですね、入れていきます。はい、そしたらですね、下茹でしたやつを、一回ね、完全に冷ましました。冷まして、この上の油を取ってきます。これはね、取っといて何かね、炒め物とかするときに使うと、豚の旨味がすごいたっぷり入ってるんで美味しいです。今回はこの煮汁をね、使って味をつけて、煮含ましていくので、油がね、余計な油が多いとやっぱ油っぽくなっちゃうのでね。で、今回はちょっと完全に冷やしちゃったんですけども、ある程度粗熱が取れれば大丈夫です。で、ある程度冷めるまで、煮汁にね、この煮汁につけて冷ました方がいいですね。ボソボソにならなくて、しっとりした感じで仕上がるので。今は完全にね、冷めてるんで、煮崩れする心配ないんで、取ってきます。この状態で、1人前ずつ、そうですね、これだと4等分くらいの大きさに切って、味を含ませていってもいいんですけども、今回はですね、ちょっとこのままの状態で煮含まして、使う時に切って使っていきたいと思います。先ほどの豚の、煮汁ですね、3合分入れていきます。日本酒ですね、お酒を入れていきます。あとお醤油ですね。はい、みりん入れていきます。あとザラメですね、ザラメ入れていきます。で、こちらで火にかけて、ザラメを溶かして一回沸かしていきます。ちょっとね、もう一回り大きい器がね、あればちょうどよかったんですけど、ちょうどいいのがなかったんで、ギリギリですけど。
はい、これを蒸していきます。はい、こちらに入れて、そうですね、1時間蒸していきたいと思います。大根を半月に切ってね、一緒に、そうですね、1時間から、そうです、まあ1時間でも柔らかくはなると思うんですけども、1時間半くらいね、ちょうど煮ると、大根もすごいちょうど火が入って味も含んで美味しくね、豚角と大根の煮物が一緒にできます。今回はちょっとね、お肉だけでやってます。はい、そしたらですね、ですね、こちらはですね、蒸し器で、煮汁の方でね、1時間蒸したやつですね、それを、1日冷蔵庫で冷ましたやつです。で、冷めるとやっぱね、下茹でした時もそうなんですけど、上に白いのがね、油が固まるんですけども、一旦ね、下茹での段階で結構かなり取ってるので、今回はそんなにね、出なかったので、この状態で使ってきたと思います。はい、切り口もね、こんな感じでピンク色に綺麗に仕上がってます。じゃあ、ね、食べる分くらいで、使う分ずつね、切って、温めて使っていけるので、こういうサクで煮るのも結構便利だと思います。こう温めてるんですけども、煮汁の方はですね、別に煮詰めてないので、そんなに味自体は濃くないので、例えば、味のどうしても豚肉の方がね、油が強いので、味の海苔が少ないなと思った場合は、このタレを、ちょっと水溶き片栗粉であんかけにしてのせると、味がのりやすいです。あと結構タレを、なくなるくらい結構煮詰めてもね、タレも煮詰まってくるので、味は結構ついてくると思います。はい、よし、あんの方は、少しですね、気持ち水溶き片栗粉でちょっと固めていきます。量が少ないのでね、入れすぎるとすごい硬くなっちゃうので、ちょっとで大丈夫です。芽キャベツですね、あとちょっとからしをつけて、こちらで豚角の完成になります。こんな感じです。はい、そしたらですね、豚角ですね、こちらいただいていきたいと思います。じゃ早速いただきます。ちょっとね、和がらしをつけて、よいしょ。柔らかく仕上がってますね。こんな感じ、中も綺麗なピンク色です。いただきます。めっちゃうまいっすね。本当に柔らかく仕上がってます。うん、味付けもね、そんなにコクはなってないんですけども、最後煮汁をね、片栗粉であんにしてるので、ちゃんと肉にこう味が乗るようになってるので、美味しく仕上がってます。嫌にならない脂っぽさですね。美味しく仕上がってます。今回はですね、炭酸水を使って、下茹でして戻していったので、そうですね、通常の下茹でのだいたい半分くらいの時間で済むのかなと思います。で、通常ですとね、だいたい2時間から3時間くらい米の研ぎ汁とかで戻していくんですけども、自分は通常はそうですね、スープは取らないでやってるので、だいたい米の豚汁か、ないときはお米入れたりしてやるんですけども、だいたいトータルで3時間くらい戻すんですよ。なんで今回はそのだいたい半分の時間ね、炭酸水で半分の時間で約1時間から1時間半の間、トータルで今回は1時間半戻してるんですけども、その後に煮汁で1時間、含ましています。圧力でやるとね、やっぱ肉の戻しは20分くらいで終わっちゃうんですけども、やっぱりそこまで早くは終わらないので、やっぱり1時間から1時間半くらいはやっぱ炭酸水使ってもかかっちゃうかなとは思います。まあ、お肉はね、じっくりやっぱ長時間ゆっくりやった方が赤身の部分もね、ボソボソならなくてしっとりしてきっちり柔らかくは仕上がるので、まあ時間はかかりますけども、美味しく仕上がると思います。ぜひ豚角仕込んでみたいなと思ったら、まあ、炭酸水でやるとね、戻し時間はちょっとそれでも長いですけどね、
ちょっと短くはなるので、ぜひ試してみてください。今回の動画も良かったと思いましたら、いいねボタンまたはコメントよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。